六千六千六千，全灭！まだまだここからだ。哎，我们之前是解过了，没有特别跳，没有跳那个奖杯，所以应该是之前解过啊。返场击杀，帅！フォローするよ。来了。早い。それにあの動き。何者だ？まさかの新顔とは。こっちは任せた。サンクス。このまま殲滅する。了解だ。シルフィード。シルフィード。哇哇哇！戴帽子，他那个上面的头像要那样，上面头像的范围版就觉得很路人。啊，怀念的海角子，瞬光死火，怀念的海角子先来一下。没有了，没有喊了。太神了，范恩你来干嘛的啊？当肉盾，三十二人。对啊，瞬光死火感觉是这样，是学的拉拉之后应该可以用到，慢慢来。我刚刚只是想听到害饺子，可是没有。所以你看这个交班有没有？果然暗藏玄机，原本还以为。我以为是那个工作人员有问题，结果不是，是为了要埋这个擅自进来的家伙们。但让我们可以英雄救美，好了，原谅导演你。皆さん、本当にありがとうございました。之前是电光石火，是瞬光石火。额外的报酬当然要拿，结果好就好，解决事务所。黑发送ニナ・フェンリー、動力映画の女優をしています。駆け出しの若輩者ですけど、ご存知みたいで嬉しいです。女演員、知名度ナンバーワン、无关人种大家都爱，品质相当高。ありがとうございます。报酬什么的先放旁边，帮我签名。まだまだジョディスさんのような偉大な先輩には追いつけていませんけど。呵呵，然后同一间公司哦，猫女。呵呵，それはどうも。管理会社から行き違いで、さっき手配魔獣の連絡があった。長大了，长大了。
看那个李慧妍也好棒啊。そっちは一足遅かったみたいだけど、一応義理は果たせたかな。改めてフィー・クラウゼル、帝国遊撃士協会所属だけど、昨日首都総支部に着任したばかり。左飘右飘。よろしくね。そっちの人たちも。飘啊飘。うん。这里的风很厉害哦，一下往左，一下往右。民間人を守るのは很规律哦。私たちの役目だし。まあ今回についてはお株を奪われちゃったかな。我家不如就一直往同一边。そちらこそ、共和国のスプリガンさん。体型不怎么样，体型很棒好吗？哎，长高了。不需要开车哦，同伴会开车。他可是妖精啊！喜欢装坏，但只要拜托他，通常不会拒绝烂好人的外包商。同样是列兵的，你看他身高跟妮娜也都一样高了，整个都长高了，恋爱的感觉。哦，入金を確認したわ。在思考着要不要委托我们。嗯，各种猜想。多分共通の知り合いがいると思うんですけど。就是啊。なんだかうまく話せませんでした。ずっと聞いてて、いつか会ってみたいと思ってたんですけど。肯定会再见到的。ヴァンソン。はい、いつか。うん、そのうちきっと。菲利的姐姐的妹妹。各种傲娇 and 嘴炮。大多都会再闲一点，好 ，OK， 我想说有点不太理解，呵呵，大部分都会再闲一点。第九区，咖啡豆。下雨了，下大雨了。对啊，居然在这里等，不会在店里等哦。哎，あんたが解決やって人だな。雅尔贝尔同学。担当直入に言う。これ以上アニエスをたぶらかさないでくれないか。
这样只会复评呢、啊。あんたの噂はいろいろ聞いた。何でも違法スレスレの依頼をこなすヤクザ者だそうじゃないか。どうせお人よしな彼女につけ込んで無理やり働かせているんだろう。アニエス、君は黙っていてくれ。どうした？答えられないのか？どうした？友人を心配して何が悪い？そもそも彼女を軽々しく雇うなんてのが間違ってるんだ。そんなところでバイトしてるなんて知られたら、お父上の名前に。すまない。だけど僕は。他的父亲之前一直没有提到过。やっぱりここに来てた。もうアルベールはすぐ先走るんだから。美人。らしいけどね。今天直接。两个熟面孔。オデット、先輩までどうして？ダメじゃない。見守ってあげよってちゃんと話したでしょ？まったく。アニエスのことになるとすぐ周りが見えなくなるんだから。那个不好意思，哥哥姐姐们，哎，你们那个撑着雨伞这边静置聊天啊啊！我们这个三位刚刚下车，雨伞没有，身上淋得很湿，你们要不要先到旁边，让我们好好说话？啊，不然雨伞给我，我就慢慢听你们说话。不，違う。僕は別に。どうも、はじめまして。私オデットって言います。うちのアニエスがいつもお世話になってるみたいで。わわ、あなたがフェリちゃん？めちゃくちゃ可愛い。可愛い。アーロンさんも聞いてた以上の超絶イケメンですね。そしてバンさん。ちょい悪っぽいけど結構かっこいいじゃないですか。思ってたよりずっとお若いし、もっとおじさんなのかと、なんて。いきなり来て騒がしくしてごめんなさい。私たちアラミス高等学校で生徒会をやっているの。アニエスもショムとしてずっと一緒にやってきた仲間でね。うちの会計君も心配でたまらなくなっちゃったみたい。ま、結局はそこだしね。不巧，有人说奥黛特的声优跟菲兹同格。声优都是怪物。くれぐれも安全には配慮してくれると助かるわ。生徒会長としてもだけど、同じ寮のお隣さんとしてもね。同一栋宿舍的邻居。アルベール君、彼女はまだ用事があるみたい。私たちはこれで失礼するわよ。待ってください先輩、僕はまだ。アルベール君、頼んでおいた例の予算割り当てはどうなってるの？当然終わらせてから来たのよね。それは。アニエスは面倒な購入申請をとっくに終わらせてくれてるわよ。まずは自分の筋を通しなさい。人に意見するのはそれからよ。それではごきげんよう、解決屋さん。アニエスは寮でね。また明日ね。でもあんまり遅くならないように。再演。其实不是普通人了，五年没见了，哎呦，所以是五年前，嗯。反正真的是人脉很广，走投无路的小猫，判若两人。每个都是熟人。
有没有好好沟通过呢？看来是没有啊。定期联络。你看，跟我想的一样，就只是家里有事，只是原本以为是急事，就是久违的定期联络。然后这联络，毕竟他也想要跟他爸爸谈上天，所以还是要去。知道一切，但一句责骂也没有，包容着。五年前就是空轨结束，跑给小爱追的时候。どうして？なんで何も言ってくれないんですか？危険なアルバイトはやめろとか、無断で地方に行ったりするなとか。成績も期待通り。出席日数も守っている。先日の遅刻についても許容範囲で、生徒会庶務としての評判もいい。世間一般的にはよくやっているだろう。その意味でプライベートにまで口を出す必要は感じないというだけだ。アニエス、お前に望むのは二つ。私を煩わせないこと、そして母さんに恥じない行動を心がけること。それが守れるならば行動の制限はしない。困ったことがあれば彼らに言いなさい。大抵は答えるだろう。わざわざバイトをする手間も省けると思うがね。声优剧透，不行，我不懂声优。但是我知道雅尼他想要的是什么啦，就是他想要更多的关心嘛。即便自己做了一些叛逆的事情，然后受到责骂，那其实责骂也是一种关怀。但是其实他老爸这样的一个的举动，其实是多少人梦寐以求的，就是有没有？我有足够的后盾可以帮你，你有什么困难也都可以来找。对啊，你要做什么事情，你只要达标，那私生活怎样都 OK， 都允许。哎，这是多么棒的事情，对不对？哎，身为崇尚自由的人，我非常希望有这样的人，呵呵，多么的棒啊，对不对？想当年啊，我也是家管严啊，大学拿了奖学金，家里才比较松。就是你达标，那你生活比较出去玩或是干嘛就还好，当然偶尔也会管一下，但是只要一直拿出足够的成绩，那就也还 OK。今后应该不会像今天一样突然退出啊，也就算是许可的事啊。